皆さんこんにちはミクロ経済学の追加問題としてコブダグラス型生産関数と規制撤廃に関する計算問題についてお話の方をしていきます問題はこちらですまあ、何らかの規制がなされていてその規制というものを撤廃したときに生産コストというものがどれくらい変化をするのかという問題です えー、生産コストに関して言うとすで、えー、に問題の中で、えー、このような形で出ていますただし、えー、じゃあそうするとですね、えー、と多くの人々は問題文を読んでじゃあ規制がなされている時の計算をしてそれを外した時の計算というふうになりがちなんですけれども、まあ、そうではなくて、えー、計算の手順としては規制も何もないような状況での生産コストというものが先に出るはずです。 ですからその先に生産コストというものを出してからじゃあ規制があった場合にはどういうような生産コストになっているのかというものを出してでそれを比較をするというような方が多分手っ取り早いというふうに思いますそして、えー、問題文の中で、えー、試験会場でパッと見ておっと思うと思うはずですけどもまあコブダグラス型で出てくれているのでまあコブダグラス型の特性が分かっていればえっ、ー、とまあ非常に 容易に、えー、早い時間で解くことができるということもおおよそ、えー、できるとはは分かるはずです。で、えー、まあなぜかっていうとコブダグラス型っていっても、まあ、いろんな、えー、受験者の中で解き方があると思いますので、まあ、皆さん方はその辺で時間的に有利であるというふうな形で言え,る言,える言えるはずです。えー、とまあ規制が今言ったように規制がない場合つまり通常の場合での資本コストというものを、えー、生産コストというものを出していきます。 規制がない場合、通常の場合の生産コストの計算に入りますまずコブダグラス型で出てくれているので その意味をまず解説をしておきます Y イコール K の2分の1 L の2分の1ですそれぞれ肩の数字が2分の1と2分の1という風になっています肩の数字の意味は、えー、とこの生産関数の場合ではこんなことを言っているわけです企業が得られる収入というもの収入というのは1個の値段かける生産量 Y です えー、ミクロ経済学では作ったものは全て売れるので、えー、このまま生産量というものがイコール販売量ということが言えています、えー、ですから PY というものを K 資本家には2分の 1L 労働者には2分の1というように2分の1ずつでこのように、えー、取り分分け合うという分配し合うというこういった、えー、意味になります K というもの 資本家というものはこの2分の1の収入を獲得するために資本1個の値段×資本の投入量労働者は賃金×労働の投入量というように RKWL といいうものををそれぞれぞ投下をしていきます。ですからそれぞれを投下をして得られるのが全体の収入の2分の1ずつつまり 計算としては rk=2 分の 1pywl=2 分の 1py というものがそれぞれ計算として出すことができるということです。 まあ、両方が2分の 1py、2分の 1py という形になっているので、えっ、ー、と、まあ、これ、イコールで結んじゃっていいんですけども、今の段階で。えー、一応、まあ、行儀よく、えー、両方の、ここを py という形に整理をしてから、イコールで結ばせていただきます。えー、両辺を2倍して、2rk イコール py、2wl イコール py です。まあ、こんな形になります。 PY、えー、PY というふうになりましたので、イコールで結ぶことができます。2RK イコール 2WL です。こんな形です。2は消すことができます。そうすると、RK イコール WL という形に整理をすることができる。 で問題文にここでいきましょう。rw それぞれ1円です。ですから1円を代入します。r が1円です。w も1円です。ですからこれを整理をすることによって k=l を出すというこんな作業になります。 K イコール L というのさえ出してしまうと、まあ、この問題がおおよそもう試験会場でよし、もういけるという形に多分なっていくと思います。K イコール L を求めてから、この問題の目標である生産コストというものへと入っていくことにしましょう。まず第1番目。どれくらいの生産要素を投入するのかということです。 と L です、ね、の、えー、投入量これについて、えー、説明の方していきますコブダーグラス型生産関数として y=k の2分の 1L の2分の1という形で示されていますですから、えー、ここで k と l というのがイコールなので k イコール l を代入するとこんなことが言えるここに l を代入すると y イコール l の2分の 1l の2分の1です指数の掛け算は指数同士の足し算つまり2分の1たす2分の1ということになるので l ということになりますこんな形で言えているつまり生産量が今現在100です そうすると労働の投入量も100です。もちろん K と L がイコールなのでそのことは K=100 ということも言えているこんなことで生産量100労働の投入量が100死後の投入量が100というものが出てきますですから2番目生産コストに関して考えていくと 生産コストは問題文で見られるように、まあ問題文でなくてもいいんですけども、生産コストというのは、資本1個の値段×資本の投入量、労働1個の値段、つまり賃金ですね、労働1個の値段×労働の投入量という形になりますので、そのまんま計算の方をしていきます。C RK WL です。生産コストはいくらになるのかというと。 R の値段が1円です。かける資本の投入量が100個です。え、かけるという記号は中黒にしておきます。プラスえ賃金は1円でした。労働の投入量は100です。ですからこんな形になります。1かける100、たす1かける100です。生産コストが200というような形で出ます。生産コスト200という数字は、 これはあくまで今現在規制云々という話は一切していないつまり規制がない場合でのここで生産コスト200というものをまず最初に導出をすることができますで次に規制がある場合の計算というものを行っていくことにしましょう規制がある場合ですちょっと紙を用意します規制がある場合だと こんな形になりますね。まあ、どんな規制なのかっていうと、K、イコール50さっき k=100 だったじゃないですかそれを k=50 にしろということを言っていますつまり k=50 に設定します。 そうした場合に y=k イコール、K、の2分の 1l の2分の1なので50を代入するとこんな形になります。生産量は100でした。50を入れると50の2分の1乗。 L の分乗というこんなな形になりますちょっとこれやりづらいですよね。肩の数字がそれぞれ2分の1、2分の1というふうな形になっているので計算がしづらいので両辺を2乗しちゃってください。そうするときれいになるはずです。2乗すると1万です。イコール 50L という形になりますこんな形になるでしょう L イコール200を出すことができます規制があった場合では K が 50L が200という形になりますのでここで先ほどと同じような作業として生産コストの方を求めていくことにします 生産コストは c r かける k プラス w かける l という形なのでそれぞれ R が1円 W も1円です K が50そして L が200という数字を当てはめてくださいそうすると1円かける5 0プラス0 1>, 1円かける200というこんな形になります。この形で計算をすると250というものが出るわけです。生産コストが250。 規制があった場合の、えー、生産コストが250で、えー、先ほど見たように規制がなかった場合の、えー、生産コストが200ですですから、えー、規制があった場合の方が、えー、生産コストが、えー、50大きかった逆を言うと、えー、規制を外すことによって、えー、生産コストを50下げることができるということが言えているわけです したがって、えー、回答は、生産規制撤廃後には、えー、生産コストが200 250から200に50減るので、えー、4が正解ということになります。